それではただいまから知事の定例会見を始めます。知事よろしくお願いいたします。はい、それではまず有明佐賀空港と博多バスターミナルが直行バスで結ばれるという件です。9月の2日月曜日、有明佐賀空港から福岡の博多バスターミナルまでの直行バスがスタートをいたします。佐賀空港から博多バスターミナル、博多バスターミナルというのは要するに福岡の博多駅に隣接しているところ、ですから博多駅までと思っていただければいいんでありますけれども、大体98分で、約100分弱ぐらいで運行をスタートします。なおこの博多バスターミナルからさらに最終的には天神バスセンターまで行くことになります。運行日は運行日は上海線に合わせて月水道、料金は1600円になっています。日設バスが運行をします。福岡から有明佐賀空港行きのについては天神のバスセンターを9時10分、あとテレキュー前博多バスターミナル、博多バスターミナルを9時28分に出発して、途中高速木山をによって有明佐賀空港に11時4分に到着をするというダイヤです。一方佐賀空港から博多天神行きについては12時20分に出発して、博多バスターミナルには13時59分、天神バスセンターには14時18分となる見込みです。ということで、これまで、いろんなところから有明佐賀空港と福岡市を結ぶ直行バスを欲しいという声をいただいていました。現在、上海佐賀便についてもだいたい 5、6割ぐらいが福岡県内からのご利用ということもありますので、今回のバスの直行バスのスタートによってよりお客様に便利になると思っております。次に唐津商業高校が韓国のヨス情報科学高校と友好交流協定を締結したというお知らせです。唐津商業は皆さんご存知との通りで、あと商業科において韓国語が3年生の選択科目として設定をされています。一方でヨスの情報科学高校は生徒数が1000人、観光、産業デザイン、研究などの金融などのいろんな科がありまして、この学校では日本語と中国語の科目が設定をされています。そしてこの唐津市と四須市は1982年昭和57年に姉妹都市の締結が行われています。そして佐賀県とこの四須市のある長良南部道も友好交流提携を締結したということもあって、それぞれの高校同士の友好交流が進み、今年の7月22日に四須情報科学高校におきまして、この友好交流協定の締結が行われました。協定の内容は両国の学生教師の文化体験、ホームステイによる学生交流ほかとなっています。これは昨年の交流の実績でございますけれども、去年の7月の23から25の間、韓国語を習っている8人の生徒が去年開かれておりましたヨスの国際博覧会に行き、合同視察し授業を視察したりいたしました。このような交流イベントを行ったりもしています。また逆に今度秋にはヨス情報科学高校から唐津商業高校に16人の生徒が来まして、授業に参加したり合同で調理実習をやったりなどが行われました。今年は再び、唐津商業の生徒が7月に15人、四須に渡っておりますけれども、去年韓国語を履修していた生徒が8人、でありましたけれども、今年は昨年のさまざまな活動の結果、韓国語に興味を持つ生徒が増えて15人の生徒が韓国語を履修しています。こうした形で、ボートの体験をしたり調理の体験をしたりとさまざまな体験を行ったところでございまして、
こうしたことが今回の交流協定締結につながっていたと考えています。現在唐津商業のほか県内では佐賀農業高校、佐賀工業、木島商業、高知館高校、こうしたところが韓国と、鹿島実業、牛津高校、武雄高校が中国と、まあ、その他あと3校が地域そのものを検討するとしていながら、こうした国際交流について学校交流を進めようとしているところでございます。まあ、これからも若い高校生たちの国際交流を県としてもしっかりサポートしていきたいと思います。3番目が株式会社東洋新薬様との連携協定に基づく商品開発第1弾の発売が決まりましたというお知らせでございます。ここにありますこの、まあ、カボスとかすだちみたいに見えますけれども、これは、原稿と呼ばれる、まあ、あの香りのする酸っぱい柑橘類で、ございます。この成分が美容商品に使われることになったというものでございます。もともとでございますけれども、平成24年の1月に鳥栖市に本社があります株式会社東洋新薬様と佐賀県との間で商品開発について、さらには産業振興についての連携協定の締結を行いました。そしてその中で佐賀県の地域資源を使って機能性食品、そうしたものの開発をしていきたいということで着手がスタートしました。この株式会社東洋新薬というところは特保を日本で一番たくさん持っておられる会社でもあり、非常に研究開発に熱心な会社でございます。もう一度現行のことをご紹介申し上げます。こういう感じで、木になっています。で、佐賀県の真鱈島、今は唐津市真鱈島でございますけれども、そこに自生をする柑橘類の一種でございまして、これ佐賀県にしかないという佐賀県固有の大変珍しい果実であります。真鱈島の山間部にはかつて隠れキリシタンの人が住んでおられたとされておられまして、この原稿は宣教師が持ち込んだという話も伝わっています。果皮、この皮ですね、皮が大変厚くて酸味が強いということで、地元では調味料としても使われているということで、これを使って何か商品開発できないかというところで研究がスタートをしました。そしてその後いろんな研究をしていった結果、まず今年の3月にはこの現行の果皮から抽出したこの熱水抽出物について学会で発表をされています。そして今年の10月にはこの研究成果を生かして株式会社アートネイチャーからこの原稿のエキスを配合した増毛のパウダーが発売開始されることになりました。発売される商品は発売元がアートネイチャー、商品はアートミクロン、プラビというもので、ございまして、これは白髪をカバーして髪のボリュームアップを図るパウダーに、まあ、美容の機能を追加するために原稿などのエキスを配合したというものでございまして、このエキスの中に原稿の成分が含まれているというものでございます。発売時期は今年の10月から自社そしてテレビの通販で発売するということでございます。佐賀県だけにしかない大変に珍しい、この原稿から取り出した美容素材を配合した日本初の化粧品になります。今後とも県としてはこの非常に研究開発が熱心な株式会社東洋新薬様と、さまざまな佐賀県ならではの商品開発に取り組んでまいりたいと思います。はい。そして次に現在開催中のイベントのお知らせでございます。武雄市にあります佐賀県立宇宙科学館、通称夢銀河、ここでは夏休みの企画として大変面白いことをやっておりまして、その中の一つがジャングル、熱帯の森の生き物というイベントでございます。熱帯の森には全世界の半分以上の非常に多様な動植物が住んでいます。今回はそのこのジャングルの持つ多様性にスポットを当てました。7月13日から9月16日まででございまして、夏休み期間は午後7時まで毎日オープンしています。そして最終日は9月の16日ということになっています。
観覧料は常設展示の観覧料でご覧いただくことができますが、常設展示観覧料が500円、高校生300円等になっているところでございます。展示内容はアフリカ・マダガスカルからをはじめとしたいわゆるジャングルの存在するそれぞれの地域を5つのエリアに分けまして、そこに住んでいる両生類、爬虫類、熱帯魚が 100種以上展示されています。またこの他昆虫標本も500種以上ありまして、スペース的に見ても非常に充実した面白い内容になっております。私も先日行ってまいりましたけども、たくさんの子どもたちと大人の人たちでにぎわっておりましたし、大変興味深く子どもたちも眺めていました。またAR を使った、その AR のアプリを入れてこう近づけると、それに関連する動画が流れてくるといった工夫なんかも凝らされてまして、ちょっと面白い展示内容になっています。期間中の毎日13時30分から14時まで、ギャラリートークが行われていまして、このイベントを企画した宇宙科学館のスタッフが生き物たちを大変面白く紹介をしていただきます。またタグアと呼ばれる中南米にある植物の種でアクセサリーを作ろうということも行われておりまして、これは期間中の土日午後2時から3時まででございます。またジャコーニココーヒーというものがございます。ご存知でしょうか。コーヒーの種を食べたジャコーネコが、そのいろいろ皮の部分とかは消化するんですけど、消化しきれない部分が糞になって出てきます。でそこの糞を糞の中から取り出したコーヒーの種の成分を使ってコーヒーを作るというもので、これもジャコーネココーヒーと呼んでますけども、大変貴重価値があるものでございまして、そんなもの飲めるのかなと思われるかもしれませんけども、ぜひ、お試しいただければと思います。1日50杯限定でやってまして、もうあっという間に売り切れる人気のアイテムになっています。それとジャングルナイトミュージアム、8月の24日31日と生き物たちの夜の様子を観察するために行う夜のイベントでございましたが、これもすでに定員に達しました。もともとは8月24日だけと考えてたんですけども、あまりに人気だったんで31日も追加したんですけども、それもすでに、定員に達したようで、ございます。夜になると夜行性の動物たちが動き出す、あるいはこう目が光り出すといった、そのなかなか昼間の時間帯には見れない生態を見ることができるということで大変人気だったようで、ございます。ちょっともういっぱいになったのは残念なんでございますけども、このように非常に中身に富んだイベントでございますので、ぜひとも お出かけいただければというところでございます。はい、で同時開催として、山口博さんという唐津市ご出身の写真家の方がアマゾンに住み着いてというか、アマゾンにずっと滞在して撮られたアマゾンの写真展を行っているんですけど、これもまた素晴らしいもので、ございます。昨日講演もなさいまして、私も行ってまいりましたけれども、大変魅力のあるアマゾンの写真がたくさんございました。この山口博さんは前にもご紹介申し上げましたが、小惑星探査機のハヤブサが地球に帰ってきた時のハヤブサのこう燃え尽きる写真を、オーストラリアのウメラ砂漠というところで写真を撮られたという方で、ございます。この方の写真展も素晴らしいものでございますので、ぜひ見ていただければと思います。これですね、こういうアマゾンツノガエルというカエル、これは実は実物というか、このアマゾンツノガエルはジャングル展にも来てるんですけれども、非常になんか感慨深いような顔をしたカエルでございます。これはこのヘリゴニアっていう植物にこのハチドリがこう誘われるように来てるっていう写真でございます。実物見ていただくともっと迫力のあるリアリティのある写真になっています。はい、最後でございます。サガントスの夏休みファミリーデーのお知らせです。8月24日土曜日、キックオフ午後7時、ベガルタ仙台戦でございます。この試合を県民デーとして県全体の応援の機運を作っていこうということで、県が主催して行うことにしています。
ピッチや会場の周辺ではサイン会、少年サッカーチームによる前座試合、また県内の市町による物産販売などが行われます。家族で応援するプレゼントの第一弾として3世代ファミリーによるキックインの権利、手つなぎ入場券、こうしたものがプレゼントされます。また第2弾としては特産品のプレゼントや嬉野温泉、古湯温泉のペア宿泊券、ハウスみかんなどが提供されますということで、夏休みファミリーで、たくさんの方々に来ていただいて、夏休みの最後の思い出を作っていただければと思います。私から以上であります。